あ、ということで、こちら、岡山県明日野球教室ということで来ていますけども、今日は、プロスピ、プロ野球 YouTuber がね、いろいろ出した、セレクションをやっていきたいと思います。セレクション第1弾ということで、ね、3回目、6回目、9回目、1人当たり、ね、10回目以降は、S ランク出たら完全に当たるというところで、今回出てます。西武、平、ね。平はね、ちなみにできるから欲しいね。中継ぎ。村上欲しいね。極みできる。佐藤輝欲しい。ちょっと阪神枠がないんでね。今近本ね、育ってるんですけど、阪神枠がないから欲しい。ね。で、大勢もこちら、極みできるから。まあ、当たったら OK。全体的にちょっと能力値が低い。ね。で、続いて、坂倉。ね。里崎に憧れた坂倉。ね。サード守備、あれだけども、キャッチャーを守れるというところで、坂倉。でも極みできない。ね。だから、ちょっと今回は用意ない。阿部、能力値が低い。ね。調合で、同値にできるけども、前半戦の頑張りを考えたら、この能力値は低い。ミート、スタンダードで B に乗っててもよかったんじゃないのかっていうね、ところはありますね。ちょっと低い。ね。で、今永、ノーヒットノーラン。ね。同値。こちらも欲しい。ね。来れば、極みにできます。吉田正尚、一番欲しい。ね。すぐ極みです。佐々木朗希。ね。欲しいけども、極みにできないから、特に用事ない。浅村、欲しいね。極みにできます。ね。で今、牧がね、セカンド極みに。又吉も極みにできます。ね。松本、ね、ミート A に乗ってもよかったんじゃないのかっていうところ。だから、ミート80、走力80でもよかったね。今、盗塁も2位だしね。まあ、シリーズ2から良くなるのかな。ね。でも今回は、用心。ね。ということで、村上、吉田、浅村。ね、一番欲しい。続いてが、今永、又吉。そして、平、佐藤輝、大勢。12分の8です。結構いける。ね。ということでね、やっていきましょう。その前にですね、今回これ来てるのがあります。テレビ CM 放送記念、10連プレゼントスカウト。テレビ CM 放送記念、いつになったらオファーが来るんですかね、小波さん。お待ちしてますよ。頑張ってますよ。佐藤もね、プロスピっていうところでね。まだオファーがね、来てない。もうすぐかな、次くらいかなっていうところで、今回ね、こちら、やっていきましょう。まずは、記念に。これね、2回、見舞い撮りとかしてよね。もう S 絶対当たるからね。あれなんだけどね。全部ノーマルじゃなかった。当たらね。リップさんが言ってた当たるかどうか俺もう感情がついたから。さあ、誰なの？阿部、中村。阿部が一番最初に出てくるってことは、セレクションの、これはフラグなのか？あ、一人だな、これ。最後、誰ですか？じゃーん！ソート！外持ってます。かぶってます。完全にかぶり図です。じゃあ、行きましょう。ね、今回のセレクション、誰が当たるか、佐々木の運調べ、レッツゴー。村上か、吉田正尚。3枚。セレクション、最低4、よくて5引きたい。調子くん、レッツゴーからの、はい。わー、いらん。調子くん。あとね、A の佐々木朗希と A の牧、欲しい。A の牧が来たらもう S 同然。あと近本の A 欲しい。あ、飛ばへんやん。中川。さあ丸。平。あれ平来るの？ A いい流れ。オーレディね。 A いっぱい来るね。いい流れだね。次2回目レッツゴー。お、調子くんレッツゴーからの白。よし来た、確定来た。よっしゃ、これであとは確率ないな。 50% ぐらいか。見るの忘れたわ。さあこれセレクション来てくれ。やっぱり4枚か5枚はセレクション来てほしい。さあカモン、確定よね。通常いらないよ、セレクションよ。来てよ、カモンよ。
ます。おっと危ない。あ、青柳、お、いいね。セクション来てよ。誰でもいい。カモン。くー、菅野持ってるし。ヤマ。ああ、エスコ。ついてない。菅野しかも持ってるし、もう極みになってるし。じゃあ3回目ね。とりあえずいい流れ、エスは来たからね。絶好調ね。流れ来て2枚引き行こうね。エス5枚が欲しいよ。セレクション4枚、エス5枚ね。さあ村上、吉田ね、欲しいよ一番手はね。さあカモン、誰ですか、途中までに誰が来ますか。さあどうなの、どうなの。さあ、あ、1枚か。これはこれは1枚くさい。さあ初めてのセレクション獲得選手、この選手です。ジューン、大勢。まあまあいいでしょう、極みにできる。着々と何気に俺がやってる、リーグオーダーのセリーグ、全セリーグっていうのが完成しつつある。ここで大勢を引いたということでね。でもね、じゃあということは村上が欲しいね。さあレッツゴー。こっからまず S は2枚ね、大勢。さあね、おいやし、もう一回来てくれ。いや、ここら辺はなしか。牧か近本の佐々木朗希 A 来てくれたら S と同じ意味です。いやー、中野川野通用リーチ。いや、これはもう全部 B か。あ、 A は一枚くるね。福田周平、レッツゴー。さあ月からの、おっしゃ来た。はい、確定来た。来ました、来ました。エース祭り来てよ、セレクション来てよ。通常いらないよ、引き当てようよ。カモンカモンカモン、 50% かな。さあ大勢出なかったら何でもいいよ。通常やめてよ、セレクションよ。来た、痛い。いいって、も通常はいいって。いいらしかも持ってるし。お、近本の絵 OK、 これは嬉しい。おい、俺のドキドキ返してよ、ほんと。村上行こう、村上。2枚引きこうへんかな。今 S3 枚でも、ウィーラーと菅野はカブリーズ。さあカモンカモン。いやー、1枚くさい。うわー、飛ばへん。1枚くさい。これは松井裕樹、1枚くさいな完全に。これは、いやー、1枚いきたい。うわ、来た。おー、浅村。あ、9個目で止めたつもりが10個目だったわ。でももう4枚を獲得したから、あ、5枚を獲得だね。だから最初の予定は OK だけども、セレクション4枚いきたいんだよね。なんとか踏ん張って。しかもウィーラーと菅野って持ってるからね。さあ続いて7回目、レッツゴー。お、突き出てるよ。レッツゴーからの白。はい、確定。来た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 。エス連チャン祭り。はい。はい、来て。2枚引き行こうよ。はい、右に来て。はい、光って。はい、打って打って。2枚引き行こうよ。セレクションよ。セレクション。ここまで来たらもう3枚連続、カブリーズの、特にジャイアンツとかいらないよ。はい、来て、来て。セレクション、田口。また、まあ、田口はいっか。まあいいか、俺極めに田口できなかったから、田口の A も必要だから、いいか。こんなに、なんで当たれへんねんって。気を取り直して、8回目。レッツゴー。で、レッツゴーからの白。あ、ここか。さすがにそんな何回もけえへんか。うー。
お、確定。来た来た来た、 S 祭り、 S 祭り。おー来た、2枚引き行こう。もうそろそろセレクション、セレクション、もう通常いらないよ、セレクション。2枚引き、2枚引きセレクション行こう。2枚引きセレクション、カモンカモン。ヤクルトはええって池田さんのやつ中やん。な、こんなセレクション外す？もうないの？さすがに。外すか。そんな S めっちゃ引いてんで。もう最後や。ここに来てね。村上か吉田だったら許そう。だ最後。かぶりだけはやめて。かぶりだけは。こんだけ S 出れんのにセレクション当てられへんか、ほんと。さあ、最後、カモン、行って、ね。いやー、これは2枚引きないなー。最後も1枚やなー。さあ、最後の1人にかけよう。これもう途中絶対消えへん。福留、頑張れ、もう引退間近。頑張れ、踏ん張りどころ。奥側、怪我しちゃってどうしたの。さあ、最後、頼む。来い来い来い。いや、ちょっと納得できへん。この、プロス交流戦、累計28プレイ達成の報酬 S。これ使う。ブセニッツ、モイネロとか、ね、リリーフの人欲しい。それ当たったらもう、言うぞ。これ行こう。これ最後、ね。おまけや。この呪縛を最後気持ちよく終わらせてくれ。さあ、かぶらなかったらもういいよ。そこら辺モイネルとかブゼニッツとかテイヤ登場とか、おり、まあいいでしょう。